皆さん、こんにちは。今回は商店でおなじみの人気落語家林家たい平さんについて最新情報を交えながら深掘りしていきます。たい平さんといえば、その明るく元気なキャラクターで多くの人に笑顔と元気を与え続けている方ですよね。落語家としてはもちろん、テレビタレントとしても大活躍中で、その人気と知名度は群を抜いています。しかし、そんな華やかな表舞台の裏には、意外な経歴や知られざる苦労、そして深い人間性が隠れています。今回はそんなたい平さんの多面的な魅力に迫っていきたいと思います。まずは林家たい平さんのプロフィールから見ていきましょう。本名は田近明さん、1964年12月6日生まれの埼玉県秩父市出身です。身長168センチメートル、血液型は B 型。ここまでは普通の芸能人プロフィールですが、たい平さんの経歴には興味深い点があります。なんと武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科を卒業しているんです。この意外な経歴について、たい平さんは以前こんなエピソードを語っていました。大学時代は将来グラフィックデザイナーになろうと思っていたんです。でもある日、友人から「お前の描くポスターって何か笑えるよな」って言われて、それって褒め言葉なのかけなし言葉なのかわからなくて、でも人を笑わせることができるなら、それはそれで素晴らしいことじゃないかって思ったんです。そんなたい平さんが落語家を志したきっかけは、実は大学生の頃でした。偶然立ち寄った大学の落語研究会サークルが廃部寸前だったことから、友人を集めて救出したのがきっかけだったんです。面白いのは、当時のたい平さんは落語を見たことも聞いたこともなかったそうで、最初は漫才やコントをしていたんだとか、最初は笑いを取るということだけを考えていたんです。でもある日、ラジオから流れてきた五代目柳家小さんさんの落語を聞いて衝撃を受けました。たった一人で何役もこなし、聞いている人の頭の中に映像を作り出す、その技術と芸術性に魅了されてしまったんですと、たい平さんは当時を振り返ります。この経験がたい平さんの人生を大きく変えることになりました。昭和芸能、それまでは笑いを取ることだけを考えていましたが、落語に出会って人々の心を動かすことの大切さを知りました。単に笑わせるだけでなく、聞いている人の心に何かを残せる、そんな芸をしたいと思ったんです。大学卒業後、たい平さんは林家こん平さんに弟子入りします。ただし、すんなりとはいきませんでした。林家一門のおかみこと海老中横さんの自宅で、なんと1年間もの住み込み修行を経て、ようやく弟子入りを許されたんです。しかもその後も修行は続き、合計で6年間も海老名屋で過ごしたそうです。この厳しい修行時代について、たい平さんはこう語っています。朝は5時起き、掃除、洗濯、食事の準備と家事全般をこなします。その後、師匠の稽古を見学し、夜は講座の準備、寝るのは深夜1時過ぎ。休む暇もないほど忙しかったですね。でもその中で学んだのは、人に尽くすことの大切さでした。自分のことよりもまず周りの人のことを考える、それがお客様に楽しんでいただける落語につながるんだと身をもって学びました。そんな厳しい修行を経て、たい平さんは1992年に2つ目に昇進し、2000年には真打ちに昇進しました。2つ目から真打ちになるまで、通常は10年から15年かかると言われていますが、たい平さんはわずか8年で達成。その才能の凄さがうかがえます。昇進が早かったのは、ただ運が良かっただけだと思いますと、たい平さんは謙遜します。でも師匠や先輩方から学んだことを必死で吸収しようとしていました。落語は単に話芸というだけでなく、人生そのものを表現する芸術だと思うんです。だから自分の人生経験を豊かにすることも大切だと、
休みの日は美術館に行ったり、さまざまな本を読んだり、そうやって吸収したものを少しずつ講座に取り入れていったんです。さて、太平さんといえばやはり笑点が外せませんね。2004年から大喜利コーナーに出演し始め、2006年に正式メンバーとなりました。笑点での活躍について太平さんはこう語っています。最初は緊張して何を言っていいかわからなかったんです。でも先輩方が温かく接してくださって、特に三遊亭小遊三さんには、太平くん、もっと自由に喋っていいんだよって言っていただいて、その言葉に背中を押されて少しずつ自分らしさを出せるようになりました。昭和芸能。実は最近フジテレビのポカポカという番組に出演した際に、笑点の裏側について興味深い話をしていたんです。太平さんは58歳だけどまだ若手だと自称し、先輩方の面倒を見る立場だそうです。例えばお茶を入れたり、こぼしたお茶を拭いたり、ご飯粒がついているのを教えてあげたりと、細やかな気配りをしているんだとか。さらに驚きなのは、誰が何の薬を飲んでいるか全部頭に入れているそうで、倒れた時に飲み合わせが悪かったら大変なことになるからだそうです。これは落語家としての仕事というより人としての務めだと思っていますと。太平さん、先輩方は私にとって恩人です。その恩人たちが健康で長く現役でいられるよう少しでも力になりたいんです。この話を聞いて私たちは改めて太平さんの人間性の深さを感じずにはいられません。華やかな舞台の上では常に笑顔で人々を楽しませる一方で、舞台裏では周りの人々への深い思いやりを持って行動している。そんな太平さんの姿勢は私たちに真の芸人とは何かを考えさせてくれます。そんな太平さんですが、最近は社会貢献活動にも力を入れています。2023年5月16日には東京豊島区の巣鴨地蔵通り商店町で高齢者の消費者被害防止の啓発 PR イベントに参加しました。このイベントで太平さんは防詐欺隊長に任命されたんです。任命された際、太平さんはこんな風に呼びかけました。自分の両親も80歳を過ぎて健在です。自分たちの人生の先輩が詐欺にかかって、これまでに蓄えたお金が悪い人に渡ってはいけない、自分だけは大丈夫と考えずに、次は自分のところに詐欺の電話がかかってくるという心づもりでみんなで気をつけましょう。実は太平さん自身も最近詐欺の標的になりかけたそうです。法務省からと書かれたハガキが届いたそうですが、法務省を語る詐欺が横行していることを知っていたため連絡しなかったとのこと。犯罪者は許せないと怒りをにじませながら高齢者たちに警鐘を鳴らしました。この活動について太平さんはこう語っています。落語家の仕事は人々を笑わせることだけじゃないんです。社会の問題に目を向け、それを分かりやすく伝えることも大切な役割だと思っています。特にお年寄りの方々は私にとって大切なお客様。その方々が悪徳商法の被害に遭うのを黙って見過ごすわけにはいきません。昭和芸能。さらに笑点メンバーの三遊亭小遊三さんの姉にも最近詐欺電話があったそうです。太平さんはその時のエピソードを笑いを交えて紹介しました。お姉さんが「あんた誰だ?」と言ったら「クソババア」と言われたそうです。小遊三さんは「なんで姉に会ったこともないのにクソババアだって分かったんだ」と言っていたと。このエピソードは単なる笑い話として終わらせるのではなく、詐欺の手口の巧妙さとそれに対する警戒の必要性を伝えるために使われました。太平さんは続けます。詐欺師は相手の反応を見て巧みに言葉を変えてきます。怒らせてしまったと思ったら今度は謝罪して同情を誘うかもしれない。だからこそどんな言葉を使われても知らない人からの不審な連絡には応じないことが大切なんです。同じく笑点メンバーの春風亭昇太さんに対しては、一人暮らしだと詐欺にかかりやすいから気をつけてと注意を促しつつ、
結婚詐欺にも会わないようにとユーモアたっぷりに付け加えたそうです。仲間内でもこうやって常に注意を呼びかけ合うことが大切なんです。芸人仲間だからこそ笑いを交えながら深刻な話題も伝えられる。それが私たちにできる社会貢献の一つだと思っています。また初期の肺がんで手術をした三遊亭円楽さんについても触れ、会った際に手術をした傷口を見せてもらったと明かし、元気な様子に安心しましたと話しました。円楽さんの回復を見て本当に嬉しかったですね。同時に健康の大切さを改めて実感しました。我々芸人はお客様に笑顔を届けるのが仕事。そのためにも自分の健康管理には気をつけなければと思いました。ここで太平さんの家族についても少し触れておきましょう。意外かもしれませんが、太平さんは既婚者で、息子が2人に娘が1人いるんです。2016年には長男の咲太郎さんと一緒に絆ワークという番組に出演し、福島県の果樹園で働く様子が放送されました。そして2019年4月、長男の咲太郎さんが太平さんのもとに弟子入りし、同年8月10日には父の独演会で林家作平として講座デビューを果たしています。親子で落語家というのは林家正蔵さんや林家一平さん、二代目林家菊蔵さんなど珍しくはありません。息子の弟子入りについて太平さんはこう語っています。正直最初は反対しました。落語家の道は楽ではありません。でも息子の弟子入りについて太平さんはこう語っています。正直最初は反対しました。落語家の道は楽ではありません。でも息子の決意を聞いて、これは彼自身が選んだ道なんだと思いました。親としては不安もありますが、同時に一人の先輩落語家として彼の成長を楽しみにしています。2022年には太平さんが主演を務めた映画デクの空が話題になりました。この映画には作平さんも主人公の息子役で出演しており、親子共演が実現しました。太平さんはインタビューで息子の演技を褒めていたそうです。撮影開始当初は作平も緊張していて、セリフもうまく言えない場面がありました。でも監督や共演者の皆さんが温かく接してくれて、徐々に役に馴染んでいったんです。ある日の撮影で息子の演技を見ていて、ふと、あ、この子俳優としての才能があるかもしれないと思ったんです。親バカかもしれませんが、太平さんは続けます。でも才能があるからといってそれだけで成功できるわけじゃない。落語にしても演技にしても努力が必要です。息子には才能は開花させるもの、努力しなければそれは単なる種のままで終わってしまうと言いました。これは息子だけでなく自分自身への戒めでもあるんです。さて太平さんの妻についても触れておきましょう。1996年に結婚したお相手はフリーのキャスターをしていた千佳さんです。もともと株式会社リクルートに勤務し、後にフリーのキャスターに転身した千佳さんは NHKBS の初代スポーツキャスターとして活躍していました。そんな千佳さんですが、太平さんと結婚してからは家庭に入り、現在は太平さんの個人事務所の代表として公私にわたり夫を支えています。キャスターを務めるほどの美貌に加えて、いけばな草月流師範、着物着付け師範の資格も持つ千佳さん、まさに伝統芸能である落語家の妻に必要な資質をすべて持っていると言えるでしょう。太平さんは妻についてこう語っています。妻は私の一番の理解者であり批評家でもあります。講座から帰ってくると必ず感想を聞かせてくれる。ここはもう少し間を取った方がいいんじゃないとか、あのギャグちょっと古くないとか、厳しい意見もありますが、それが私の成長につながっているんです。笑点では共済家というキャラクターでいじられることの多い太平さんですが、実際はそうではないようです。共済家キャラは
ある意味演技です。でも妻への尊敬の念は本物です。彼女がいなければ今の自分はないと思います。家庭を守りながら仕事のサポートもしてくれる。本当に頭が下がります。さて、ネット上では時々太平さんが商店を卒業するといった噂が流れることがありますが、2023年現在、これは事実ではありません。おそらく同じく林家こん平さんの弟子である林家三平さんが2021年に商店を卒業したことと混同されているのでしょう。この噂について太平さんはこう答えています。商店メンバーを卒業、とんでもない、わら。まだまだ若輩者ですから、先輩方に追いつけるよう日々精進しているところです。それに商店は私にとって特別な存在、お客様に笑顔を届けられる大切な場所です。簡単には手放せません。また太平さんは義足なのではという噂も一時期ありました。これは2016年の24時間テレビでマラソンランナーを務めた際の走り方が不自然だったことから広まったようです。しかしこれも事実ではありません。この噂について太平さんは苦笑いしながらこう語っています。義足だなんてとんでもない。確かに走り方は格好悪かったかもしれません。でもあれは単に運動不足だったんです。普段から走る習慣がなかったのでフォームが悪かっただけ。でもこの噂のおかげで健康の大切さを実感しました。今では毎朝ジョギングを欠かさないようにしていますよ。林家太平さんは落語家としての活動はもちろん、テレビタレントとしても大活躍中です。商店やその他のバラエティ番組、 CM、 ドラマにも出演し、まさに国民的落語家と呼ぶにふさしい存在となっています。そんな太平さんの魅力は、何と言っても人々に元気を与える明るいキャラクターでしょう。落語の講座でもテレビ番組でも常に笑顔を絶やさず視聴者を楽しませてくれます。また先輩方への気遣いや社会貢献活動への積極的な参加など、芸人としてだけでなく一人の人間としての魅力も高いですよね。太平さんは自身の芸風についてこう語っています。私の芸は笑って元気になるがモットーです。世の中には辛いことや悲しいことがたくさんある。でもそんな時こそ笑いが必要なんです。笑うことで元気が出る、希望が生まれる、そんな笑いを届けたいと思っています。さらに家族を大切にする姿勢も印象的です。息子さんと一緒に仕事をしたり、妻を支えに活動を続けたりと、プライベートでも充実した生活を送っているようです。そんな姿は多くの人の憧れとなっているのではないでしょうか。家族は私の原動力ですと太平さん、舞台に立つとき、テレビに出るとき、いつも家族の顔を思い浮かべます。彼らを幸せにするため、そして彼らに恥じない生き方をするため、日々努力を重ねています。同時にお客様も大切な家族だと思っています。お客様に笑顔になっていただくことが私の最大の喜びなんです。林家太平さんの活躍はこれからも続いていくことでしょう。商店での活躍はもちろん、様々な分野での活動にも期待が高まります。そして息子さんたちの成長も楽しみですね。親子2代3代と続く落語家の系譜がこれからどのように発展していくのか目が離せません。今回の動画はいかがでしたでしょうか。林家太平さんの多面的な魅力、そして落語家としての深い思いが少しでも伝わっていれば幸いです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからも様々な著名人や話題について深掘りしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。